こんにちはー。スーパーオズ対戦 S 完結編が始まるよ。というわけで今回はリアルロボットルートの第44話テターンズの追撃マップになりますぜ。まずは状況説明っす。現在マップ中央にポツンといるアウト村やられたらアウトらしいので、まずはノインちゃんに身代わりになってもらいます。すでにこれ4回目のチャレンジになります。もうやりたくありません。マップクリアしたいぜよ。ゼクスにはウィングゼロのガード形態かつ加速で急ぎアウド村と隔離混体の間に割って入ってもらわねばなりませぬ。頼みましたぞライトニングカウント。ドロシー城にはいつもの挑発で手前のグラビニ機をこちらに引っ張ってきてもらいまするよ。んでトレイズ閣下には覚醒で2回行動していただきゼクスの援護射撃をしてもらおうと思っておりまするぜ。てな感じかなー。っていうことで改めまして本筋ではカラバと接触するためにロンドベル隊は合流ポイントとなるヤンゴンに向かいます。途中マジンガーチームが高視力研究所へ向かい別行動となります。そんな折カラバからティターンズ軍に発見されてしまったとの一報が入ります。ロンドベル隊は急ぎ現場に急行します。ってのが今の状況ですわいな。こいつなのよ。こいつのせいで何度もやり直す羽目に陥っておりまするよ。あー腹立つのりじゃばー。いらんことすなっちゅうねんほんまに。1回目は順調でしたがブラックアウトしてしまいアウトに。2回目は作戦ミスでアウド村落とされアウトに。3回目はギリギリ綱渡り状態で切り抜けておったものの最後は野残隊に7連続で避けられたり切り払われたりしてあえなく積みました。あと一撃食らわせれたら倒せてたのに野残隊の野郎。なんとかゼクスは間に入りましたんで次のターンであれをぶっ放します。ドロシー城は少し下がってさらにグラビニ機をこちらに呼び込みまするよ。さあ4回目だうまいこと言ってくれよん。まずは白トーラスでアウド村のダメージ回避できました。でも次はアッシマーの大型ビームライフルが無残にアウド村を削ります。一撃がでかいからハラハラするぜ。あ、アッシマーの分際で 92% 避けやがった。きゃークリティカル食らってんじゃんかよー。もう HP が半分弱しかありませぬ。なんてこったい。おいおい5度目もあるのかよとほほじゃぜ。あ、そう前回は遂行任務がありましたが、今回は追撃軍から逃げるマップなので、メガネのレディアント草ではなくメガネ外したレディアント草にしとります。なので2回目の時にノインちゃんを愛用員にしとりまして、任務失敗いたしましたので今回のインちゃんには身代わり要員になっていただき、代わってレディアント草に愛用員になっていただくつもりです。さあゼクスよ、ツインバスターライフルで一気に敵を殲滅しておくれ。いけードーン。円盤おしまい。今回隔離婚は戦わずに撤退です。ブラビも沈めてやったぜー。もうケチることはできないので後々敵増援に苦労するのは目に見えておるのですが背に腹仕方がありません。そしてこの残ったフリーのグラビ1機だけはこのターンに沈めておかねばアウド村がまたもや攻撃されるししちゃうしで頼むぜオットーとウルギス。無事撃墜だに。味方 NPCE は撃墜同ロボ。あ、どうもアスゲンです。中分けで一度切れた身代わり効果を再びのインちゃんで補っておきまするぜ。最悪のインとトロは2人にはアウド村の身代わりで撃墜されるかもしれませぬがゲームオーバー回避のためにそこは泣いてもらいますぜ。倉庫のアッシマーもやっつけておきたいぜよ。レディアント草先ほど輸送部隊からの通信でこちらに輸送する予定だったドクター J が開発した新型機が何者かに奪取されてしまったとのことです。そうですか仕方がありませんね。とりあえず閣下には私からお伝えしておきます。てな感じで次回のマップ後半戦では本来トロワがヘビーアームズに乗ってロンドベル隊を強襲してくるはずですがそのトロワ君は我らがオズに参戦中でありまするのでその代わりに彼が戦うことしか知らない彼がトロワの代わりに我がオズの機体を奪取して現れますので交互期待。スパロボ F クイズってショート動画もあるから、お暇な時に再生リスト覗いてみてね。ヨシトロワもこれでレベル33だぜ。もう少しで追いついてくれる。最後に覚える精神コマンドなんだろうか。挑発ブラビニキも少し削っておきまする。やっぱアフターコロニー世界のパイロットは命中率にかなり不安があるので、これからさらに苦労しそうだ。戦艦は念のためアウド村の前に張らせておくことにしましょうかね。運で集中ドロシー城にはブラビニキを移動させないために逆に近づきかつガブスレイニキもこれ以上近づいてこないように的になりに行かせまする。頼んだぜっていきなり食らってんじゃんかよー。次はお前にかかってるんだぜドロシーちゃん。連続はごめんだよ。わかってるね。わかってるよね。ヒヤヒヤしたぜ。完結編に移行していく分マシになったと思ってた。エアリーズ君もそろそろ限界近いかも。いや78とか雑魚に避けられたらやってられまへんでほんまに。次は当ててねエアリーズちゃん。もう今でこの状態だから10段階改造できるようになるまではかなり苦労しそうだぜ。ニュータイプにはほぼ当てれんじゃろうな。どないしまろか。シロッコロザミアオーラバトラーとやるのが今から恐ろしいぜ。あ、また当たるもんを勘弁してくれよ。4分の3ヒットしてまって集中意味なし。何はともあれアウド村の危機は回避できたかも。さあジェリドとライラも動き出し、思惑通り射程外になるブラビを狙ってくれました。これで反撃回避になりましたよ。ケチケチせずにもう一発ツインバスターライフル発射するでございますドーン。ボカーンシャーシャー。このターンで北側部隊は殲滅させたいところだぜ。まずは回復をバイタします。一番奥のガブスレイはアウド村をその射程に捉えておりませぬゆえ、まずは手前のやつから片付けますさかい。見てておくんなましー。75だったけどよくぞ当ててくれました。今回4度目のチャレンジですが、このような一か八かの展開が幾度となく起こりますので、やってるこっちはそらもうハラハラものよ。一応ノーセーブならぬノンリセットでやっとります。途中ぴょこぴょこっといじくったりするために一旦セーブいたしたりはいたしますが、当てられようが避けられようがはたまた操作ミスをしてしまおうが構わずそのままプレイしております。だからこの緊張感が視聴者の方々に少しだけでも伝わればと思ってプレイしております。何度も言うけどもう4度目なのよこのマップ。もういい加減クリアして次のマップに進みたい。ウイングゼロ登場のゼクスにはなんちゃってゼロシステムを付与してるんだぜ。ワイルドだろー。イェーイガブちゃん撃墜でトロワが再びレベルアップじゃ。まだまだ命中率が低いのでもそっと上がってもらわんことなー。どうにもこうにもなりもはん。白とオラスは硬い上に森じゃからね。さすがに4回目じゃから少しは小ずるくなっとるのさ。正直なところ経験値倍か行動を張っていきたいところですが、ここはうんとこらえて地道にレベルアップさせとります。2回行動になるのはまだまだ遠い。遠すぎるぜ。なので、1回行動の面すらでよくもまあアウド村を守りきってるなーって思ってくれたそこのあなた、チャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。よし、これで少しはスッキリしたんじゃない？スッキリー。アウド村のテリトリーに侵入されると嫌なので部隊を南下させていきます。でも目でもねこのアウド村この後勝手に迷走しやがります。バッキャロー。おめえは次のターンでオットー君に射程外から撃ち落としてもらうことにするんだぜ。さあややこいジェリドとライラがやってきた。まずは北側ガブちゃん片付けます。ウイングゼロに乗り換えたゼクスに代わってオットー君がトールギスに乗っ取りますですわ。わずかに残ってしまったのでドロシー城の出番です。ズドーン。これで北側片付いた。ようやくアウド村に平穏が訪れたと思いきや、後半戦ではこのアウド村がやらかします。最後の最後まで我がおずに、迷惑かけっぱなしで、ほんといてもうたろかと思ったぐらいなやつでした。いつもは2回行動のロンドベルタイなだけに、前期1回行動の我がおずと、違い、さらさらっと敵を片付けてしまえるので、あんな風になるなんて、今まで知ることなかったぜ。なので次回後半戦も、お楽しみに。また避けたガブ野郎、カブトムシの分際で。次のマップは敵方の追加配備を行っております。久しぶしのあのお方一応撃退したゲスとポセイダル軍ですが、その中で、一人地球に残ってゲリラ戦を展開してる、中帝でやっとるあいつが、登場する予定、さらに改造段階を上げての、登場なので倒せるかどうかはかなり未知数。なので次回マップも交互期待です。適当ですが敵の配置位置も、変化させとりますんで、変わった展開になると思うぜ。あ、もしかして、やっぱそうです敵増援。いややばすぎる。エアリーズ君が狙われるよ多分。しかも我が本体の方に引っ張って、したかったのにそれもあんましかないそうにないぜ。あの少年が敵増援として、現れる前に、ティターンズ軍との距離を取らせておきたかった。しくじったぜ。考え方を変えましょう。今までも幾度となく共同戦線を張ってきたので。ナイスだニコル副官 94% かわすとは、話を戻して今回も彼はティターンズ軍を敵とみなして攻撃してくれることでしょう。逆に助かりんこじゃ。またもガブ野郎。やっぱ集中砲隠れてます。建物に入っちまったぜ野残隊。それでなくても面倒なゲーグルなのに、ギリギリ残ったぜ。てめえは反撃してやるべ、覚悟するんだガブ野郎。バイアランのメガ粒子砲はヤバいので、ここは防御でしのぎます。じゃあ、それでも2000弱。どさくさ紛れで攻撃してくるとは、相手を間違ったなガブスレイ。なめるなガブスレイ、スドーン。ビームサーベルはラッキーなので反撃当たればめっけもん。それでもかなり追い込まれた。ペラペラ走行バイアラン。やりーよくぞ当てたのインちゃん。いやはや綱渡りは依然続いておりまする。避けろダメ元。マジで避けよったやるじゃんエアリーズくん。バルカン反撃したいけどさすがに、残り300ちょっと怖い。うにゃうーわ。反撃しても大丈夫でしたな。よくぞ粘ったエアリーズくん、君の仇は必ず取るぞ。ようやく手番が回ってきましたぜ。まずは変形して森へとこうか。これでさらに硬くなった。んで左に野残隊らを引っ張ってきたいので、前期そちらに集結させます。30分前後の動画を作成するのは大変な労力を要するので前後半にすることにいたしました。見る方もあまり長いと大変かなとも思いますのでご理解をば。準備完了。反撃開始じゃば。敵の追加配備した時や、テコ入れした時にどうしても戦闘回数が増えちゃうのでそれも見越してありますのよ。ゲーレベルアップ。戦艦はハンブラビの B 武器仕様で、間違ってアウド村方面に、敵を引っ張ってこないように下がらせます。ジェリドのメガ粒子砲食らうのはごめんだ。池ひらめきしろとおらす。よしこれで一回かわすことが、できまするぜ。愛はまだ使いたいけど、使えない。命中率の残念なトロワ君には、熱血仕様でガブちゃん落としてもらいます。さあ我々オズはアウド村を救出することが無事できたのかできなかったのかどっちなんだい？そんなこんな言うとりましたらもうお時間が来てしまいました。それでは次回ティターンズの追撃マップの後半戦で再びお目にかかりましょう。さよならー。